こんにちは、園田です。今日はですね、有明海の新池湖に来ております。リトルワンさんからのボートフィッシングでコイカが釣れてるということでですね、全イカ対応の EGQ を使ってコイカを狙いたいと思います。それではいってきます。まあ、コイカ釣るときは一回まあ軽くアピールして、そこに落として止めて、食わせる、止める間を作らないとヒットにつながらないと。これがコイカの釣りですね。ちょい投げで、そこまでしっかり落としてですね、そこを必ず確認をする、これ大事ですね。これはアオリのティップランと同じ、そこに着いたらアオリのティップランとは違って一回軽く誘って、そこに落として、で止めて当たりを待つ、非常に簡単ですね。お、引きよ引きよ、引いてますよ。わきた、わっわっ結構痛いね。ダンダダダダン、よっしゃー、オーロラから。そこ取りやすいからコイカもバッチリです。釣れますね。 EGQ を持ち上げて落として止めて、そしたらもう勝手に乗ってきますね。まあ、そこに着いたら頭を若干上に向けて着底するんで、手がかりも少ないしアピールもあると。あっ、なんかくるくる回ってます。よっこらショット、やりました、コイカゲット。釣れますね。 EGQ 全イカ多様です。特にコイカみたいにボトムにいるイカに対しては威力発揮しますね。さすが EGQ、 そこも取りやすいし釣り方も簡単。 EGQ で釣れました、コイカです。まあ、そこを取りやすい駅なんでですね、コイカには持ってこいですね。どっから来たんだよこの野郎、覚えとけよお前は。